食できれいに美人レシピの時間です。先生、今回の料理は何ですか？白身魚のカブラムシです。材料はご覧のものをご用意ください。味の決め手はヤマサ昆布つゆ白だしです。白身魚はタラを使いますよ。では早速作っていきましょう。タラはお酒と塩で下味をつけます。しめじは石突きを取りほぐして洗い、三つ葉は2センチの長さに切ります。カブは皮を剥いてすりおろし、水気を切ります。ミレイのワンポイント。カブの水切りは軽めに、水気を切りすぎるとパサパサになります。卵白を軽く泡立て、カブ、しめじ、三つ葉を加えて混ぜ、塩で下味をつけます。それを器の中のタラにかけ、蒸し器で7分から8分ほど蒸します。鍋に水と昆布つゆ白だしを入れ、水溶き片栗粉でとろみをつけ、わさびを溶き込み、わさびあんを作ります。最後にわさびあんを蒸し上がったタラにかければ完成です。見た目も綺麗で料亭みたいですね。白身魚のカブラムシ出来上がりました。